金沢は全国の生産量の 99% を占める金箔のほか、加賀友禅、加賀象嵌、加賀水引細工など伝統工芸が盛んな土地柄です。城下町の伝統文化の一端に触れる旅はいかがでしょうか。清孫閣は加賀藩十三代藩主前田成康が母新流院のために建てた奥方御殿です。豪華な衣装や調度品など当時の暮らしぶりをうかがわせる貴重な文化財が展示されています。石川県立伝統産業工芸館は加賀友禅や九谷焼、輪島塗など石川の風土が育んだ36業種の伝統工芸品を一堂に紹介しています。館内では作品のみならず製作工程や道具なども展示しています。和江町茶屋街は金沢三文豪の一人泉鏡花も愛したところ。金沢三茶屋街の一つで近くを流れる浅野川と趣のある町並みは金沢を代表する景観となっています。梅の橋は浅野川大橋の上流に架かる橋で泉鏡花の傑作「義血狂血」の舞台となった場所。近くにはヒロイン滝の白糸の像が立っています。全国の生産量の 99% を占める金沢の金箔、金銀箔工芸作田では金箔の製造工程の見学や金箔貼りの体験ができます。金沢三茶屋街の一つに数えられる東茶屋街、美しい格子のある町並み風景が今もなお残っています。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。